の駅に電車が着くたび、エスカレーターに溢れる人よ。モノクロの服は誰が選んだのか。就職してまだ一年では、学生気分抜けていなくて、自分の肩書きを忘れてしまう。けれど靴ずれなんてやがて慣れるのかな。言われたことただ言われたまま、意見なんかは聞かれてないと、ようやくわかったら一人前だ。人間関係いくつになっても同じさ、脱いでしまったらきっと楽になるのに、ちゃんと我慢をするのが大人。つま先が痛くなってきて、もう遠い場所には行けないよ。雲